世界のジャパンチャンネルへようこそ。中国はこれまでインフラ整備を経済発展の柱の一つとしてきました。高速鉄道の建設も経済発展に重要な役割を果たしていましたが、実際には建設後のコスト回収が進まず、ほとんどの路線で赤字になっていると言われていました。そんな中、2011年に開通した北京と上海を結ぶ京湖高速鉄道が開通わずか3年後の2014年から黒字化。2015年には純利益65億8100万元の黒字になったことを発表し、現在では世界で最も稼ぎのいい高速鉄道と呼ばれるほどとなっています。しかし一方で開通わずか11日にして運行停止を決めた高速鉄道も存在しているのです。上り調子かと見られた中国高速鉄道に一体何があったのか、その真相に迫っていきます。2015年1月12日、中国の首都北京駅と36キロ離れた延江駅を結ぶ通勤高速列車が華々しく運行を開始しました。しかし、それからなんとたった11日後の1月23日、同列車が突如運行を取りやめることになったと発表したのです。中国メディアの報道では乗車率が惨憺たる状況だったためと説明しています。運行が始まった当初、列車には多くの乗客が詰めかけ、座席に座れない人も出るほどの賑わいぶりを見せていました。延江は河北省廊坊市にあり、北京市に隣接しており、最近ではマンションが多く建てられ、北京市のベッドタウンになった地域です。利用者からは、今までは渋滞で1時間もかかっていたのに、高速列車で便利になる、などと喜びの声も上がっており、この列車の開通により、北京駅と延江駅間の所要時間は21分にまで短縮。地下鉄との乗り継ぎを考えても、北京中心部へのアクセスが極めて楽になったそうです。中国では高速鉄道と在来線の期間が同じなので、高速鉄道車両を在来線で走らせることができます。よって、この東高速鉄道も在来線上を走っていました。開通当時の盛況ぶりを目にした中国メディアは、連結車両を増やして輸送力をさらに増強する見通し、などといった報道をしたそうです。しかし、日が経つにつれ乗客数は減少していき、ついには一人も乗せないまま走る車両まで出現し始めました。開業時の賑わいは消え失せ、客足は嘘のように遠のいてしまったのです。こうして、運行開始からわずか11日後の2015年1月23日、メディアは同列車が1月いっぱいで運行を取りやめることを発表しました。このニュースを耳にした海外の人たちの間で様々な意見が飛び交い、話題となっていましたので、その一部をご紹介していきます。新幹線のパクリ車両を走らせてるみたいに見えるけど、36km の短い区間を走らせるってちょっと考えが足りなかったんじゃない？運行停止の本当の原因は公表しない国だからな。通勤電車にしては運賃がバカ高いんじゃないの？全部借金で作った鉄道だからね。大赤字で返済できないのが当たり前だよ。北京とベッドタウンを結んだらしいけど、肝心のベッドタウンがゴーストタウンなんだろ？この距離なら快速電車で十分だろう。どうせ国外に対してアピールするための事業なんだから、採算なんて考えていないよ。中国はわずか5年で1万キロの高速鉄道を敷設したが全て赤字。赤字でも責任者はいないんだから、どうでもいいのだ。日本がリニアモーターカーを作っている間、中国はもはやこの赤字で、旧来の車輪式高速鉄道とともに崩壊の浮き目に遭うだろう。一時喜んだ利用者とやらは今どうやって通勤してるんだ？中国なんだし自転車で通勤してるんじゃないの？で、運行停止の本当の理由は何なの？作った時点で目的達成。それくらい中国の鉄道省はどうかしてる。ゴーストタウンに人は住んでいたけど全員ホームレスだったとか？でも最初は賑わったんだろ？需要はあったわけなのになぜこうなったんだ？いや、需要がなかったんだよ。最初の賑わいってのは物珍しさから来るものだからな。固定客はその後につくもんだ。値段が出てないけどきっと高かったんだろうな。だから誰も乗らないんだろう。中国のことだからここは致命的欠陥があったと見るのが正解だと思う。
列車の名称は閑古鳥に決定だな。これも結局ゴーストタウンと同じ構造でしょ。作りさえすれば点数になる。だから野心に燃える役人が食らいついて後先考えずに作る。そして偉くなっちまえば批判は殺すか、金で黙らせればそいつの勝ち。国民の負けだ。中国のずさんな経営に呆れるという意見が多数寄せられていましたね。この高速列車の運行再開は未だに未定とされているようで、現在では普通の在来線の電車に姿を変え運行しているようです。普通車に変わったことで運賃も安くなり、ノンストップ運行であれば高速鉄道並みの速度を出せるということで、現地の乗客たちは在来線になったことに満足しているようでした。なぜ当初は賑わいを見せていたにもかかわらず、次第に客足が引いてしまったのでしょうか。その理由は間合い運用が関わってくると考えられています。黒字化した京湖高速鉄道では頻繁に列車が運転されていますが、一方で北京駅と延江駅を結ぶ高速鉄道はもともと1日1往復半しか運行しない間合い運用なのです。一等席のチケットは13元、二等席のチケットでも片道 10.5 元と中国国内では高い運賃設定であり、運行本数も少なくて運賃も高ければ自然と客足も遠のいていってしまうのは明らかでした。間合い運用では投資は少なくて済むものの、利便性はそれほどまで上がらない上に運賃も高くなります。なのでそんなに時間は変わらないのに運賃だけが高いというように乗客に認知されてしまったのです。中国では通勤手当が出ない場合がほとんどなので、運賃が 1.5 倍になるのは乗客にとっても苦しいもので、リピート客が減ってしまうのは当然のことでした。現在は在来線として姿を変えているため、運賃も普通車並みの7元から9元ほどに改定されています。さて、こういった大規模な予算をかけて開発した高速鉄道が、これほど短期間で運行停止を決意せねばならないほど乗客が集まらなかったとすれば、事前にマーケティングをきちんと行ったのか、あるいはマーケティングの結果を反映させたのかというのが問題として上がってきます。中国の場合、こうした経済行為が政界の有力者の一存で決まることがあり、この高速列車の運行開始についてもどのような経緯で決まったのかは疑問が残るところです。また運行停止の決定の速さにも驚かされます。中国人のビジネス感覚の特徴として、木を見るに瓶という特徴があると言います。簡単に言ってしまえば、これは儲かると思えば直ちに参画するし、赤字が拡大するばかりだと判断したら直ちに次のステップに移行するというスタイルなのです。このあたりは見事と評価することもできます。ある意味中国らしいとも言えるこのドタバタ劇に対して、今度は日本国内からも多数のコメントが寄せられていましたのでご紹介いたします。現実が見られないあたりは中華社会主義先民共和国だけのことありますね。何千年やっても社会主義って失敗だね。最初は共産党が集めた桜、木を見るに瓶なら最初から儲からない路線を作らない。共産党が権威を見せつけるために作ったんだ。新神戸駅から新大阪駅まで36キロ、新幹線で12分です。中国は大笑いさせてくれるね。関係社員はどうなるのだろう。よくこんな事業で国が動いてきたもんだ。こんな国に入れ込んでいる日本の親中議員に投票している日本国民もいるから笑えない。日本国民って言っても組織票だからね。まあ民主主義の限界ってやつです。中国っていつも見え張りすぎ、実力もないくせに世界最先端を頭に描き迅速に行動するが、考えも手抜きで本末転倒が多い国です。国営なので鉄道管理会社は潰れないと思ってたのでは。公共事業費の裏金で私腹を肥やしたい共産党の地方役人が目的もなく、ニーズも予測せずに作ればこうなるに決まっている。作る理由が他にあるとすれば、他の都市と張り合うメンツのためくらいだな。中国は上から下まで損得勘定。こんな国だから神様は天罰を下すことを決めた。それが今の状況だよ。これから日本の整備新幹線も似たような事案が出るだろうから一概に笑えない。確かに見切るのは早いですよね。
それはいい時もあれば結果的に損することも。まあ国営なんで失敗しても裁判沙汰にならないからいいんじゃない？中国のサラリーマンの平均年収が日本の半分くらいですから、運賃が高ければ乗らないですよね。これ、既存路線に新種別の列車を投入してこけたってだけの話では？この手の話は日本でもあるわな。さすがに試行錯誤しながら1年くらいは粘るけど。そのまま損してもいいんじゃない？社会主義で必要だから作ったわけだ。しっかり調査する能力がないことがバレないように、赤字で継続が社会主義でしょ。中国での鉄道事業が大赤字なのは知っていましたが、高速鉄道がガラガラとはね。それでも中国のメンツから止められないのよね。日本なら収益も考えるから、ダムもそうだけど、ただ何も考えずに作るだけ。輸出で採算取るつもりが鳴かず飛ばず、過剰な国内高速鉄道も利用者なしでは赤字は当然だろう。姑息に技術をパクった罰である。わずか11日で運行停止の判断をできることがすごいと思う。アセスメント云々はともかく、日本だったら数年間空気を運んでから廃止の審議を始めそう。電車好きとしては乗られない電車ほどかわいそうなものはない。そもそも高速鉄道って長距離の移動距離を短縮させるためなのに、36キロって。これを真剣に技術開発のための足がかりにしていくってことをしていけばいいのに、金のことしか考えていない。日本のものをいろいろ真似ても、頭脳、思考、価値観の違いで全く別物だね。コメントの中に、わずか11日で運行停止を決めれる判断の速さを称賛する意見が見られましたね。日本でもマーケティングに失敗した公共事業などは、実は数えきれないほどたくさん存在しています。例えば、東京湾横断道路や関西新空港など。しかし、日本では失敗に気づいても、すぐに中断されることはありません。日本の場合は、まず失敗を認めようとしないので、責任の所在をわからないようにするところから着手します。なので、事業を撤退するときの動きは、後手後手に回ってしまうことが多いのです。日本の役人や会社の上層部の人たちは何か起こると真っ先に保身に走ってしまうので、問題が起こってもすぐに対応しようとはせず、先延ばしに従う傾向があります。これに対し中国の場合は、経済活動が政界などの有力者による考えで迅速に決定され、すぐに実行されます。問題が起こった時も、有力者の命令の下でスピード感のある対策が講じられるため、日本とは比べ物にならないくらい撤退の判断についても迅速なのです。この撤退に関しては日本より中国が優れていると言えるかもしれません。見習うべきところは見習っていかないといけませんね。いかがでしたでしょうか。日本における高速鉄道といえば新幹線ですよね。今国内でも様々な新幹線計画が進められています。動画をご覧の皆さんは、日本の高速鉄道計画について、どのような意見をお持ちですか？巨額な資産を投資したのにもかかわらず、中国のように開通直後に廃止となることのないよう、しっかりとした経営企画を練った上で、私たちの生活をより快適なものへと変えてくれるインフラ整備が整うことを期待しましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。